はいどうも皆さんもおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。新年明けましておめでとうございます。新年一発目の動画ということで、新年一発目にふさわしい対話拒否デッキを持ってまいりました。はい、新年一発目から対話を拒否していこうと思っております。新しいパックでね、登場しました破壊版竜バスタードラゴンさん、めちゃくちゃなね性能してるんですよこの人。出せればね、まあ説明しましょう。チューナープラスチューナー以外のモンスター対象汎用シンクロ、これちなみによく見ていただければわかるんですけども、この、破壊剣士の万竜がなんか成長した姿らしいですよ。はい、なんかいろいろね、破壊剣系のストーリーはかなり面白いストーリーがいっぱいあるらしいんで、ちょっと興味のある方は調べていただければと思うんですが、まあ、マスターデュエルが来ればね、そちらで体感できるんじゃないかなと思ってるんですが、このモンスター相手フィードのモンスターはこのカードが表側表示で存在する限りドラゴン族になる。おしお前今からドラゴン族なっていうことが言えると、最強ですね。 DNA 改造手術が内蔵されているモンスターであるということですわ。で、2番目効果もりもりなんですけども、2番目自分のフィールドにバスターブレーダーモンスターが存在しない場合、一旦一度自分の墓地のバスターブレーダー一体を対象にしてそのモンスターを特殊召喚する。これ基本的になんですけども、結構ね、破壊剣士のバンリューとバスターブレイダーっていう2体でシンクロしていくことがかなり多いので、なんで墓地にバスターブレイダーがいることが多いんですよ。なんでバスターブレイダーを蘇生するっていうね、感じの動きになっていきます。で、3番目、相手ランに一度自分のフィールドにバスターブレイダーモンスター1体を対象として自分の墓地の破壊剣モンスターを装備カード扱いとして対象のモンスターに装備する。まあこれも破壊剣カードなんだけど、まあ本来であれば破壊剣カードっていうのがいくつかありましてね、例えば、ウィザードバスターブレードとか、アームズバスターブレードっていうカードがあって、まあ、これバスターブレーダーに装備するカードなんですよ。で、まあ、僕このバスターブレーダーデッキは OCG でも組んでいるので、いたので、正確に言うと、まあ、どういう動きをするか大体分かってるつもりなんですけども、結局ねドラゴンバスターブレードっていう最強モンスターがめっちゃ強いっていう、ただリンクスはそれが来てないから正直微妙で、だからもう今回はこの3番目の効果は無視しまして、ドラゴン族に認定するっていう効果と、あとバスターブレードで蘇生するっていう効果を、まあ、なるべくね使っていけるように組んでいきたいなと思ってます。で、まあ、こいつを先行で出すのがかなり難しいんですよ。破壊剣士の溶乱っていうカードがあって、トラップカードでこいつをなんか1枚で出せるっていうカードが一応 OCG にはあるんですけども、リンクスだとそれがないんで、まあ、1枚でこいつを出すのはかなり難しいです。正直OCG ではこの破壊剣士の万竜がこいつになれるっていう最強ムーブがあるんですけど、これなれないんで、リンクスだったらなれないから、まあなるべくね、進行するようにするけど、基本的には DNA 改造手術もぶち込んで、まあ破壊万竜バスタードラゴンと同じような動きをするから、まあこいつもぶち込んで、まあ DNA と、まあ、万竜どっちか出せればいいかなみたいな感じで使っていくのが一番強いと思います。一応シンクロコールとかなんか王家の神殿みたいなカードを使うと一応先行でもなんか両方並ぶんですよ。一応並ぶんですけど3枚コンボだしあんまり強くないので、なんで、まあ、こういう風な構築にするのが一番いいと思う。個人的には一番戦えると思う。でベイルでバーニングからベイルで足りない方のカードを持ってきて、で、まあ、バスターブレイダー龍河の剣士バスターブレイダーとバスタードラゴンまたは DNA 改造手術を並べていくみたいな動きをしていければいいかなと思います。で具体的な動きは体制の中で見ていただければなと思いますんで、早速新年一発目の対話拒否デッキやっていきましょう。お前ら今からドラゴン族な。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、そういうデッキかいいだろう、そういうデッキかいいだろう。オットワイズに行こう。なんか最強ムーブだこれ。出た最強ムーブ。ワイルドホープの効果は破壊されるとデッキから、指原リノを持ってこれるという効果ですね。はい、でペンデラムスケールメロマドーナ OK おう強いこれねやっぱねワイルドホープを叩き割る動きが一番強くて、若木ギアンってそうすると3体並ぶんでね、それがすごく強いんですけども、はいはい、でサッシールーキー OK、 サッシールーキー OK、 とりあえずなんかあれだよね、これでさ圧倒的にアドバンテージ稼いでペンデラム召喚してまだ手札がさ3枚っていうか手札3枚っていうか3体出てきてさらに手札1枚残ってる状態、これマジやばいよね。やってることマジ強いと思うわ。今からそのモンスター全部無力化してるからな。待ってろ、オープニングセレモニー。あ強い、なるほど、回復やつ。はい、万竜来た、ナイスナイス。
新年一発目からお前は可愛いやつだな。俺とちゃん遊びてえか。うんと万竜召喚 DNA ないんだよな。まあ、DNA ないんですけど、まあ、ベイルあるんで多分なんとかなりますね。でとりあえず一旦これは破壊剣の追憶を持ってきておいて、でですね、破壊剣の追憶あるから、まあバサブレイダー死ぬことはないな多分。さすがにサイクロンされるかもしれないけど、これでいいんじゃないかな。もうね多分ね、これでいいね多分ね。ベイルスターターしてるから、ベイルスターターっていう最強スキル持ってるんで、僕ベイルスターターとディスティニードローっていう、スキルが両方とも発動できるんで、これはもうマジでこれ何もせずにエンドある。結構追憶と破壊剣いるから意外といけんだよな。でこれベイル耐えて、で次のターンからマジでやばい動きしましょう。破壊剣しかペッペッてやって、でペッてやってペッてペッていける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 。破壊剣カード2枚あるからいける多分。俺の脳内が正しければな脳内が正しければいけるぞ。でワイルドホープの効果いいだろ。ワイルドホープの効果によって打点が上がっていく。で多分おそらく、まあ魔界大本かなんかはサーチつけるか知らないけど、ああベックスターオッケー。ビッグスターの効果、いやセット割れないから、あのデッキ、あのデッキセットカード割ることできないねん。はい、大本、魔界大本で魔王の降臨、これは表側しか割れない。もうそれはマジでどうでもいい。うん、よく仕事した万竜。万竜がね墓地に行くことが大事。はい、1700ダメージ受けましょう。でバーニングナックからバカベールの効果を発動。バカベールによって新年一発目から上げましておめでとうございますっていうのが出てくる。守備でいいな。頼むぞ。はい、上げましておめでとうございます明けおめ金が新年。バーニングナックから金が新年の効果を発動。で俺のターンドロー。ですね、とりあえずこれで動いていけると思われます。一旦バスタードラゴンとかいう最強のカードを使っていけばいけると思うので、とりあえず破壊剣の追憶の効果を発動するぜ。破壊剣の追憶の効果によって破壊剣の使い手バスターブレイダーを墓地に送りながら、バスターブレイダーをデッキから特殊召喚とかいう最強効果。はい、でですね、墓地の破壊万竜ちゃんの効果、万竜ちゃん効果、破壊剣カード墓地を送ると特殊召喚できるとかいうヤバすぎる効果で、レベル7のバスターブレーダーにレベル1の破壊万竜チューニングしていく。現れろ、これが史上最強のモンスター。お前今からドラゴン族な、お前ら今ドラゴン族なお前今からドラゴン族なそして破壊剣の追憶の墓地効果発動。このカード墓地から除外し、さらに墓地からドラゴン族とバスターブレイダーをゲームから除外し、現れろ竜破壊の剣士バスターブレイダー。ひい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 、出た最強だ。なんて強いんだ、なんて強いんだ。おいいよ、いらない。でこうして、おいで、こうして、まあ、一応ね狡猾とかあるかもしれない。5800、あ、これ殴ったら勝ちか。おらー、このモンスターの攻撃は貫通するぜいや待って、え待って、今の動き超強くない？ちょ天才かもしんない俺。さあお相手の方、ユーベル、まあ、サンダードラゴンですよね。はい、雷電竜サンダードラゴンの効果いいだろう。ハンドはまあ悪くないけど、バスターブレイダー君が来てくんないと。ああ、なるほど、あバスターブレイダー、まあ、実質バスターブレイダー来た、実質バスターブレイダー。破壊剣士の、万竜召喚、万竜効果、これは使い手でいいか、やっぱどっちでもいいな。万竜2体いるしな、なんなら融合で圧かけていった方がいいか、融合で圧をかけにいった方が強そう。回転集合、なんか焦ることないんだよな。ベイルがいる場合マジ焦ることないんで、ベイルがいれば安心みたいなとこあるから。全伏せあるな。全伏せしていくの、あでも一応あれか、これあれだったかな。いやもうマジ、いやうーん難しいな。いやでもどっちにしてもだな、多分ね今の破壊
剣の使い手の方が良かったか。いやでも同じだな、どっちにしても回転集合の方がバッサーブレーダーはどっちにしても出せるから DNA あるし、まあなんか一緒だった気がする多分ちょ分かんない、多分一緒だと思う。はい、サンタドラゴンいいよいいよいいよ。さあガンセ怖えだろ。とりあえずレビオニアが出せそうになったらもうDNA で着地させとこう。レビオニアの方が無効化せなあかん絶対に。はい、雷電流の方が大きいだろう。いやそもそもレビオニアってドラゴン族だから多分大丈夫だ。あいつスワにして有効できるわ効果に遷移して融合したらば多分効果無効だ。あいつ墓地の効果のもう無効になる。ドラゴン族だったらあっガリアミ雷合流あーオッケーいいよ、全然いいよ、全然いいです。はい、いいです。バトルよろしい。分からせるか。あれどうせなんかあれだろう、トラップカードを創生するやつだろ。とりあえず破壊板流捨てて、破壊板流捨てまして、まあ、バスターブレイダーをなんか特殊召喚していきます。はい、でなんと DNA を改造することができます。まあ、破壊板流なくてもね、結局この DNA 改造手術が一番強いっていうところを見せていければいい。はい、はい、破壊原子で融合しますはい、横向いてくださーいえーと君でいいかな、収録あっちの方がいいもんね。はい、はい、横向いてください。はい、はい、おねんねしましょうね。はい、ありがとうございます何回見てもこのシーンはおもろいな。ヒュッてこんなのね、清掃感いらねえな、ダメーなー。まあちょっとバンリーちゃんの効果発動するか。バンリーちゃんの効果破壊剣カードだったらなんかよかったんですけど、破壊剣カードそんな積んでもなーみたいなのがあって、防御力だからなくなっちゃうからね。ちなみに狡猾とか打たれるとめっちゃきついんで、一応狡猾とかを清掃でケアしてるっていう感じですね基本的に。まあ多分ねベイルはね一生使わないんで、で多分あれ蘇生だと思うんで、こうしといて、でバトルフェーズ入りましょうか。一応ね、一応ソースイフラじゃなかった時のことも考えてね。はい、さあこれ貫通すると死にますよ。これ貫通するとあなた死にますけど、ライフポイントが何やるじゃないか大丈夫か。いやもう無理だろ。いやこれ結構無理だよ多分。サンダードラゴンデッキってモンスター効果で結構動いてくるテーマなんですけど、基本的にバスターブレイダーデッキが強いデッキって、まあ、OCG でもそうなんですけど、モンスター効果が強いデッキが、なんかモンスター効果が強いデッキに対してめちゃくちゃ強く出れるんですよこのデッキって。結局ドラゴン、お前ドラゴンなって言った時点で、まあ、素材がドラゴン指定してないモンスターを出せなくなったりとか、あとモンスター効果無効になってるんで、フィールド上のね、と墓地のまあきついという話があるんで、正直最強。ことリンクスに関してなんですけども、リンクスだとそうではなくて、実は環境が月の書とか、あとサイクロンで DNA を破壊されるとか、まあ、狡猾な落とし穴とか魔法トラップがなんかめちゃくちゃ強いんですよね、リンクスだと。結構だからバスターブレイダー意外ときついっていう。一応ね波紋のパリアとかケアしながら動いていかないといけないんで、清掃はちょっとピルノに抱えざるを得ない。どうする、どうする、26受けるかい、26考えてんね。あーオッケー、ダックライのサンダードラゴン、はいはい、雷合流。え、そんなの大丈夫、え、それさ今蘇生したらこうなるよ。それはさエンドフェーズにやるべきだよ、アルカナフォース。なるほど、いやそれアドソンテージ損するけどね、アドソンムーブしてるけど、それとりあえずレビオニア出そうとしてる、もしかして意味ないよ。なんでかってあいつドラゴン族だし、そもそもこのデッキドラゴン族認定してくる前に、以前にドラゴン族相手だったら DNA もバスタードラゴンも関係ないから。あドロー、まあ、破壊剣の使い手しか来ないじゃん。とりあえずこうして、一応このここで勝てるんですけど、特殊すれば、多分こんなことはね、しません。僕は破壊板竜バスタードラゴンを出したいんですよ。
僕は破壊万竜バスタードラゴンを出したい。で水の効果いいや使わない。でこれでドヤ顔エンドベール出したらいいんだろうな。俺らどうだ、これでもうお前サイクロンを引いたところで意味ないぜ。ちなみにライドニングボルテックスで前が全部破壊されたとしても墓地の追撃の効果でまたもう一回竜破壊の剣士が出てくる。これが最強、前破壊してもいいぞ。なんならなんならな。ちなみにこの破壊万竜のチェーンは墓地の破壊剣士の万竜をなんか装備しますかみたいなチェーンです。 OCC ではこの破壊万竜の効果で相手段に竜破壊の剣士とかにあのドラゴンバーサーブレードとかを装備して墓地の効果止めて、あ、特殊召喚できなくなったり墓地の効果を止めたりするんですけど、何もできてないようですね。悔しいでしょうね。さあお相手の方アンチノミイスター。いやハンド弱っ、ハンド弱、相手ドラゴンじゃなかったら終わりやん。幻想のミステラサウルス、やばい。幻想のミステラサウルス効果、あ、オッケー。恐竜族、オッケー。特殊、いいだろ。ジュラッカウロ、あ、ブースターの方、はい、オッケー。ブースターラプト、光の援軍、オッケー。あー、強い。あー、なるほど。やばい。なんか、やばそう。終わったかもしんねえ。オーケーの神殿、どういうこと？あー、わかっ、やばい！やばい、それはリバースカードオープン。うわあ！このエンドで。やば。おい、新年早々大地震とか不謹慎だぞ。新年早々やばい。何もできない。何のカードも発動できない。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい、やめてくれ。なんだあいつのさ、あの最強デッキ。ふざけんな、新年早々大地震とかマジで迷惑だぞ。やめろ。いや、スキルサーク終わったー、終わったー。はいはい、で、ハマる。あー、終わったー。いや、マジで新年早々大地震はマジ迷惑だって。